世界で一番短い聖書の話の時間となりました。今日は少し嬉しいことがありました。それは何かと言いますと、この聖書で世界で一番短い聖書の話がサーバー攻撃を受けたということです。サーバー攻撃を受けるということは、妨害しようとしている人たちがいい、サタンの働きがあるということですから、サタンの働きがあるということは主が働いていることの印ですから、一つ主を賛美いたしました。それで今日の聖書の箇所は詩編の2章の12節、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。ここからお話をしたいと、こういうふうに思います。でここで幸せだな、主のところに行く人は、とこう書いてあります。主のところに行くならば、主は必ず助けてくださり、最高の勝利を与えてくださいます。それゆえ幸せだな、主のところに行く人は、とこう書いてあるのですね。私はですね、福音派の教会で救われたんですが、ジョージ・ミューラーの祈りの本を読んで、祈りが何と聞かれるかということを神様が分からせてくださいました。そして別れしてくださった後に、私は病気になったのですね。で私はその病気の病名を最初は知らなくて、死ぬかもしれないとこう思いました。そしてその時にですね、なんか生き残るそういう手段はないかと考えた時に、思い当たったのが祈りだったのです。1日8時間ぐらいになれば、これは生き残れるんじゃないかと、こういうふうに思いました。私は1日8時間祈ったわけではありませんが、その後祈りにかけたのですね。それが良かったのです。ここで書いてあるように、死に身を避ける者は幸いであるという、このことが私の身に起こってきました。私はですね、病で学び、そして癒しを受け、さらに私の体は冷たいということになったのです。神様のところに行く人は幸いです。その人たちは神の憐れみを見、神の勝利を見るからです。どうもありがとうございました。